いいね。スキューバカンパニードルフィンはこの夏スキューバを始めたい人にぴったりなダイビングスクール。はい。あ、え、おい、え、嘘。スキューバダイビングって難しい、そう思ってはいませんか？ダイビングの最初に始めるのがオープンウォーターっていうところから始まるんですけども、10歳から。10歳っていうと小学生から。小学生の子でもできるってことは私たち大人はもっと。もう全然大丈夫だと思います。でもなかなか夏休みが取れない方とか社会人の方ってリゾート地とか行けないじゃないですか。この辺でできる場所っていうのはあるんですか？宮城県についても女川側の方に夏浜というポイントがあり。綺麗ですね。クラゲとか綺麗。あと団子を。かわいいですね。でも楽しいですね、そうやって探索していくのも、はい、やっぱりこの夏はダイビングに行きたいと思います。いいでしょう。